江戸橋は三重県津市の下川に架かる津市道江戸橋上浜町線の橋で付近の地名でもある。江戸橋最初の橋の架橋年代は不明であるが、江戸時代には架橋されており、津藩主、東道市の参勤交代時に橋の傍らまで見送りに来たことが橋の名の由来とされる。現在の橋は1957年に架け替えられた。橋脚はコンクリート製。 上地部アスファルト舗装、欄間は木製である。この橋は、三重大学の最寄り駅である近鉄名古屋線、江戸橋駅付近にあるため、同学に通学する学生に多く利用されている。橋の修繕工事が実施されることになり、2010年9月24日より通行止めになっていたが12月10日に開通した。ただし工事後も、重量制限は残っている。 江戸橋城野党江戸橋城野党は、橋の西岸にある城野党。土内に現存する最古のもので、土指定史跡となっている。高さ約5.4メートル、最下段の幅2.8メートルで、安永6年の名が刻まれている。日本三重県土江戸橋土の沿岸沿いに面しており、北に栗新町や町と接している。江戸橋は、土で最初に梨栽培に取り組んだ地域であり、 1894年頃から、武田なしの名で50ヘクタールほど栽培していた。しかし、市街化の進展、樹勢の衰え、地盤沈下、野菜栽培への移行により衰退し、津市のなし産地は南部へ移動した。2019年6月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。人口の変遷国勢調査による人口の水世帯数の変遷国勢調査による、 世帯数の推移率立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。